今日はみんなで那須に来ました。コテージのテーブルセッティングもすごい完璧、家でもこんなことやったことないぐらいの確かにテーブルセッティング完璧。サラダとマリネ、あとこれはイチジクと生ハム。今ステーキ焼いてます。キャンドルを焚いてさ、じゃじゃーん。なんでここまでしてるかというと、私たちのお友達のアイリちゃんのお誕生日なんです。ハッピーバースデー。ゲホゲホ言ってるのはシャーロットさんです。ギュウギュウしちゃった。綺麗。なんかここまで完璧になると思わなかったね。すごいよ。テーブルがさ、サイズもバッチリ。うん。でっけー。マリネ作ってきたよ。ちょっと待って、電気つけてあげる。石標、石札手作り。ワイングラスも持ってきたよ。綺麗だね。綺麗だよ。自問自答。何回でも回りたい。まあ素敵。超ロマンティック。どういうこと？どういうこと？本当にロマンティックすぎる。わあ素敵。今からご飯食べます。ます。